学習院大学を卒業され、4月1日より社会人として新たな一歩を踏み出された愛子さま。日本赤十字社におけるご就職は多くの方々にとって喜ばしいニュースでございます。事業局の青少年ボランティア課に配属され、愛子さまは情報誌の編集や研修会の運営など重要な業務を担当されていると伺います。新入社員として先輩職員と共に日々精進されている様子が伝えられております。日本赤十字社への入社から間もなく3週間が経過し、愛子さまは日々ご通勤され、皇族としてのご活動とお仕事の両立を目指されています。ご入社後、お休みされたのは木曜日のみで、その日は上皇ご夫妻へのご報告のため仙洞御所を訪問されたとのこと。また明治神宮への参拝や宮内庁楽部での春季雅楽演奏会の鑑賞など、ご多忙な中でも文化活動へのご参加を欠かされません。愛子さまの業務内容が明らかになり、ネットや SNS では称賛の声が多数寄せられています。文才に優れ国語力が高い愛子さまにとって、情報誌の編集はまさに適職であると感じられます。これまでにもご自身の言葉で綴られた文章には、優しい人柄と強い信念が感じられ、多くの方々が注目されてきました。学習院女子中等科の卒業文集に寄せられた作文では、平和への強い意志が感じられ、愛子さまの思慮深い視点が垣間見えます。新しい挑戦をされながら、愛子さまは日々前進されていることでしょう。敬宮愛子さまがご勤務に対していかに真摯に取り組まれているかは、多くの方々がご存知のことでしょう。文才に恵まれた愛子さまにとって、情報誌の編集はまさに天職と言えるでしょう。その才能を生かし、一生懸命にお仕事に励まれる姿には誇りを感じ、自然と応援したくなります。私たちも愛子さまが手掛けられた文章を読む機会があれば、それは大変な喜びです。そうした機会が訪れるかは未知数ですが、いつの日か実現することを願っています。もし愛子さまが困難を抱える人々の力になりたいというお気持ちでお仕事をされているのであれば、それは皇位継承者としての素晴らしい資質をお持ちであると言えるでしょう。愛子さまの立体視を心より願っております。休むことなく、周囲への心配りも忘れずに働かれる愛子さまは本当に立派です。最近は自分本位で休む若者が多い中、愛子さまの姿勢は見習うべきものです。多様性を理由にすることもありますが、その本来の意味を見失ってはいけません。社会に出れば厳しい現実が待っていますが、楽しみを見つけて息抜きしながら、新人たちも頑張ってほしいものです。側近によると、愛子さまは赤十字のボランティア向けの情報誌の編集や研修会の運営を担当されているそうです。愛子さまのお仕事を通じて、赤十字の活動に興味を持つ人が増え、良い影響が広がっていくことでしょう。将来的には愛子さまが手掛けられたお仕事を拝見できる日が来ることを、国民として大変嬉しく思います。幼い頃から、特に学生時代はマスコミによるさまざまな報道に直面された愛子さまですが、その笑顔からはご両親からの深い愛情を受けて育たれたことが伝わってきます。学校への通学が困難になった際に、雅子さまが毎日手を取って登校された心温まるエピソードは、多くの人々に感動を与えました。今では立派な社会人として、
日々充実されていることと思います。ボランティア活動に関する情報誌の作成や研修をお仕事とされている愛子様、天皇家と日本赤十字社の深い思慮が感じられます。愛子様の文才と発想力は非常に素晴らしく、お仕事にぴったりです。将来的には大学院や留学も視野に入れられるかもしれません。愛子様の学問への才能をさらに深めていただきたいものです。天皇ご一家の深い思慮には敬服いたします。愛子様は小さい頃から作文が得意で、大人の助けを借りずに作文コンクールで入賞されたことがあります。愛子様の人気は日に日に高まっています。どうか無理をせず、健康を第一に仕事や公務に取り組まれることを願っています。愛子様が本気でお仕事に取り組まれるとは思いませんでした。皇族の方々は名前だけで実際にはあまり貢献されないというイメージがありましたが、愛子様の場合は違います。愛子様の知性と文才から素晴らしい成果が期待できるでしょう。その成果を私たちが目にできるようになれば、ボランティア活動もさらに活発になることでしょう。毎日のお勤め、本当にお疲れ様です。公務との両立は体力的にも精神的にも大変なことでしょうが、愛子様の働きぶりにはいつも感心させられます。情報誌の編集は愛子様の文才を存分に発揮できる最適なお仕事です。以前の記者会見を拝聴しても、言葉の選び方が秀逸で、そのセンスの高さに光が当たっていました。これからも愛子様のお力を発揮し、業務に貢献されることを期待しています。ご公務との両立は私たち庶民には想像もつかないほど大変なことだと思います。愛子様のお心と信念に基づくお仕事ぶりは本当に素晴らしいものです。愛子様を拝見するたびに、そのご存在のありがたさを感じ、敬愛の念を新たにします。確かに情報誌の編集は愛子様にとって最適なお仕事です。愛子様は何でもできる方ですが、特に文章関連の才能を発揮されます。愛子様が一般の方々の前に出られると、多くの集まる人々がいます。ご公務との両立は大変ですが、ご趣味やお友達との交流も大切にされていることでしょうね。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。